はい、最後、水曜中華ナビラ、ユンタンジャーデバンデスの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、3月の8日水曜日、旧暦のうちのあぐいみでは2月の11日、なおいび。さあ、お送りしていきます、ユンタンジャーデバンデス。今日も1時間お付き合いをいただきたいと思います。いやー、暖かくなりましたね。たとえば、沖縄気象台11発表の天気予報によりますと、本日ね、日中の最高気温は、あまりね、上がらないんですけどもね、 18度までなんですけど、なかなかね、今日は暖かくなるんじゃないかなと。お天気の方もね、えー、だいぶこう、空の方も明るくなってきまして、えー、ここ、エムタン,ン地域振興センターから見るお空もね、眩しいくらいなんですけれどもね。しかしながらちょっとこう、エ無でしょうか、えー。遠くの方があまり見えないということもありましたね。えー、こちらの方から見ますと、風のあたりはもうちょっとこう、もえがかかってるようなね、そんな感じがするわけなんですが、えー、見通しがちょっと悪いかなと思いますけども、今日明日はこんな感じの天気のようでございまして、えー、明日の朝の最低気温はでも13度も まで下がるということで、やっぱり朝夕は若干ね、寒くなるかもしれませんね。えー、明後日ぐらい若干お天気の方がね、あのー、下り坂になっていくということで、雨のマークも入ってますけどもね、まあ、き日う日、はこんな感じで、えー、進めていくのかなと思ったりもいたします。さて、今日は3月の8日ということでね、えー、残飯の日なんですけども、そのお話をする前に、実はですね、<laughs> F.M. ウェイのほうに今ね、100名近くくらい子どもたちが来ておりましてです、ね、なんかすごいことになってるんですけども、えー、今ちょっとスタジオの方もなんかこう、いろいろこう触られたりとかしてですね、大変なことになってるんですけども、はい、えー、子どもたち、えー、皆さんおはようございます。たくさんのね、かわいい声が皆さんにも届いたかと思うんですけども、えー、どこの学校から来ましたか くさい <laughs> はいそして、2まだいないあ二つね、はいえー。ということで、ね、子どもたちが、えー、来ていただいております。今日、この1時間の中で、ねはいえー、たくさん,たくさん、ねえー、子どもたちが見学に来るということでございますので、まあ、お話が、ね、今後できるんじゃないかなと思ったりも期待をしながらバイバイとかねもう好き勝手に、ね、もう入ってきてますけどね。はい 可愛、えー、いいですね、やっぱり子どもたちはね、はいえー。ということで今日はですね、なんかスタートはどうなるか分かりませんでしたが、えー、番組進めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。とりあえず、えー、今日3月8日、残破の日、今日はまずはリスナープレゼントからスタートしていきたいと思います。 お送りしていきますゆんたんじゃ出番ですんでよ、えー、今日はね、3月の8日、残破の日。もう、振り返るところね、えー、2010年かな、えー、2008年に開局しまして、その2年後の2010年にですね、えー、私、3月8日、えー、残破の日宣言というのを私の方で勝手にさせていただきまして、えー、3月の8日は残破の日ということあれからずっと言い続けているんですけど、なかなかね、あのこの日が、えっ、ー、と、 あの定まることがないわけなんですが、今日はラジオを聴の皆さん方に、ですね、あのー、なんと私どものスポンサーであります東蔵さんから、残、え、波、ー、が届きまして、ですね、えー、ラジオを聴の皆さん方に、えー、今日はですは、ね、リスナープレゼントとして、今この瞬間、ラジオを聴いている人だけが、えー、喜んでもらえる残波の日ということでね、えー、今日は。 1,2,3,4,5,6,7,8,8本、えー、東道総勢8本のです、ねえー、商品をそれぞれですよ。残、はいえー、パの黒、コシですよ、43度。プレミアムグリーンもありますね。えー、それから最近発売の梅酒、シークワーサー、残パスパークリングまでということで、えー、合計7本。 あ8本ですね。はい、えー。お預かりしております。こちらの方に、えー、今日中に取りに来れる方、そして、えー、メールか電話で受付をいたします。何がもらえるかは、えー、もうこちらの方で、えー、セレクトさせていただきますのでご了承いただきたい。えー 43度の腰から残破スパークリングゆず1本まで、はい、<laughs> ということになりますので、えー、ご希望の方、お電話かメールで、えー、この番組終了までにですね、1時間以内で、えー、いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。えー、結果はまたね、夕方、えー、夕方じゃないや、えー、番組終了の時にでもお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。今 ラジオを聴いている皆さん方へ、東地さんね、えー、今日は残パの日ということで、え残、ー、破8本、それぞれ1本ずつプレゼントを差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、ということで、東地さんからね、えー、ご提供でございました。来年はぜひね、えー、ここに、えー、東地の社長とか、ね、あのー、あるいは残破のあの地域の皆さん方、ね、残パ岬といえば、あの東大それから赤が、赤いシーサーね、えー、ティーダさんさんとかレストランもあります。そして、残パ岬ロイヤルホテル、残パゴルフクラブ、 そして、レストラン、残イ園だと、あそこにはね、えー、東の方からぐーっとあの残破道路、ね、えー、いろんな企業がございますのでね、そういう方々と一緒になって、 あのー、残波の日、3月の8日を祝いながらですね、え残、ー、波ウィーク、ね、私たちが親しまれる、その残波岬をですね、トレンドに、えー、ぜひ何か、えー、ビジネスチャンスができたらいいなと思ったりもしますよね。えー、そういう機会が作れたらいいなというふうに思っております。なんか俺、焦ってるんですけどね、なんで焦ってるかというとね、また子供たちがね、続々と入ってきたんですね。はい。えー、皆さんおはようございます。おはよう。 はい、えー、ありがとうございます。皆さんどちらから来ましたか？幼稚,幼稚園から来た。<laughs> <laughs> そうだね、幼稚園から来たよね。はい、浅草保育園。<laughs> はい、もう誰がなんて言ってるかわかんないんですけど、今日はお弁当持ってるの？<laughs> <ー>本当。うわ、いいな。どこでお弁当食べるの？うん。中中で。 確かに、そりゃそうだな。あ、外と中の問題なんだね。なるほど。はい。え、今日はね、え、FMM ン見学しに来ていただいてありがとうございます。またラジオ聞いてね。はい。お父さんお母さんの車の中でね。はい。FMM ン聞いてね。はい。さよならはい。さよなら。はい。さよなら。もう勝手に終わっちゃうっていう感じでね、ありますけれども、ありがとうございました。バイバイ。はい。バイバイ。ということで。 ほとんどこれだけの会話で終わっちゃうんじゃないかなと思うような今日の番組なんですけどもね。さあ、えー、はい、さよなら。またね、遊びに来てね。はい、ということでね、ば、え、る、ー、保育園ということでございますなんか3つの保育園が合同で見学に来てるということで、もう入れ替わり立ち替わりなんですけどもね。はい、えー、ありがとうございます。さあ、えー、続々とね、電話が入ってきてますね。<laughs> いや、はい、えー、先着8名になると。 えー、思いますもし、えー、番組の間でね、あのー、これ、えー、メールと電話で、えー、8名以上来られるようでしたらえ、こちらの方で勝手に抽選とさせていただきますので、ご了承ください。また連絡をね、こちらから差し上げますので、よろしくお願いいたします、えー。先ほど冒頭でお伝えしました、えー、今日は3月の8日、残破の日ということで、東蔵さん、えー、ご提供いただきまして、えー、銘柄8種類のですね、えー 残パの商品をですね、えー、1本ずつ皆様にリスナープレゼントとして、今聞いた人だけに、えー、もらえるという、もう続々うちのスタッフが新しくね、電話を取っておりますけども、メールもね、入ってきたりしております。ぜひね、残、えー、パ欲しいという方、電話番号とお名前の方を伝えながらですね、ぜ、え、ひ、ー、この番組内で声かけていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。残、えー、パ東都さんの方からご提供いただきましたのは、43度残パのね、 黒ねコッシュですよこれはこれ最高っすねそれから、えー、5年コッシュのグリーンなかなか手に届かない、えー、そして、えー、ザンパープレミアムね、えー、黒白とそして、えー、最近発売されました梅酒と青切りシークワッサーそしてザンパースパークリングゆず味ということでございましたね、えー、本当にこう対照的にね <laughs> <laughs> なんか心苦しいんですけどね東東のリスナープレゼントをしながらまだ保育園生の声を出したりとかということでえめちゃめちゃローカルなんですけどもねいやでもねまあそれもそれとしてえ我がえ社,会ですか一社会ですからねこの子どもたちもまたねいずれえそういう時期が来るであろうと思いますが今度また来ましたねまだ来たねおはあらかわいいですね皆さんどこから来ましたか、はい 沖縄から来たね。そうよね。沖縄から来ました。いくつですか。五歳。五歳。五歳。歳はい。もうびっくりですけどもね。今日は、あの、何しに来たんですか。こちらに。遠足。遠足。遠足なんだ。<足>はあ。学校。学校は何学校。の、あの草保育園もいらっしゃる。はい。 野草保育園と、さくわ保育園ね。はい。あ、すみれ組なんだ。はあ。ええ、す組が、何なんのか、わかんないんですけど。もはい、でも、ありがとうございます。今日、お天気良くなって、良かったね。はい。今から、また、お弁当を食べるんでしょう。はい。はい。また。また、ラジオ聞いてね。うん。社長さん、また、誰が教えたんだ。バイバイ。まなちゃんも、バイバイ。はい。 いいいはい、ということでね、えー、子供たちたくさん来ておりますけどもね、はいあ,、はいタイタッチね、ありがとうございます、えー。放送がほとんどできない状態になってきてるような感じがするわけなんですけども。はい、ということで、俺の番組でよかったな、びっくりですよね、本当ね、えー。ということで、話が、えー、どんどん飛び飛びになっておりますけど、はいえー、続々と、ね、電話も来ておりますが、はいえー、冒頭申し上げましたとおり、はいえー、ありがとうございます。 もう,もうすごいですね。本当にたくさん来てます。はい、えー、今日は残パの日このお時間だけのリスナープレゼントということでございますのでね、えー、ご紹介しております。えー、ラジオを着る皆さん方今日は東蔵から提供いただきまして、えー、残パの製品8つの お酒をですね銘柄をですね提供いただいておりますぜひともね、えー、ご希望の方はメールそして電話の方で、えー、お声かけをいただきたいと思いますよろしくお願いいたしますさあということで、えー、お送りしておりますゆんたんじゃ出番ですよ今日はたくさんの子どもたちがね、えー、来ていただいておりますがはい大丈夫なんでしょうかはい はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。は,い,すはい、おはようございます。あ、今日も男の子が多いですね。今度ははい、えー、今日は遠足に来たの？うんはい。うんうん、今からまたどこに行くの？保育園そうね。保育園から来たから保育園に帰るんですよね。あ、間違いなくそうだと思いますね。はい、皆さんラジオ聞いたことありますか？はい、えー。 あ、ある。ない。お父さんお母さんの車の中で。聞いたことある。ない。ない。ね。ある。ある。どっちなんだい。ええ、感じがするわけなんですけどもね。はい。ええ、皆さんは、今日は何しに来たんですか。え今日は何しに来たの。お買い物。お買い物。お買い物。あれ、さっき遠足って言ってたけど。まあ、いいや。あ、お買い物もするんだね。あ、なるほど。楽しみだね。何が買いたいの。 大根大根芋もダインいもダイコン今多分ラジオを聞いてる人とかインターネットで本土で見ている人とかやっぱりよみたんの子供たちは大根とか芋とか買うんだって思ってるかもしれないですねいやすごいですね学校のお前は変なおじさんじゃないよへんなおじさんじゃないよ どこの学校ですか？うん、どこの学校？のぐさ。のぐさ。のぐさふけはい、のぐさふけの皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。みんなの声はね、もう今世界中に届いてるよ。そう。そう。はい、ありがとう。とうはい、バイバイ。はい。 もうほとんど会話になってない感じがするんですけどもね。さあということで、えー、今のコーナーはね、えー、リスナープレゼントのコーナーで終了したという感じとそれと、えー、佐久原保育園野草保育園の皆さん方でね、えー、見学で終わったんですがこの後もなんかそんな感じになっていきそうですね。ちょっと波乱万丈な1時間になりそうですけども、えー、どうぞ、えー、今日のお時間。 はい、えー、東道提供で残、えー、パのお酒今この時間聞いていただいた人のみですね、えー、リスナープレゼントになります、えー、事前告知もなし今聞いている人だけに、えー、いただけるものです、えー、東道提供からいたありましてですね、えー、お酒八本を預かっておりますイベントの方に興味に取りに来ていただける方ね、えー、募集しておりますのでぜひともねお電話零キ八九五八の七八六零 九五八の七一六で、またメールでも結構ですので、お待ちしております。一旦コマーシャルです。 おお送りりしておりますすインター,ャー出番ですよちょっと落ち着いた感があるわけなんですけどもねいや新しいですね、えー、でもなんかまだまだ来そうな感じがするんですよねなん,なんせ100名近くとかいうことでねお話ありましたけれどもねさあ、えー、続々とね電話でえーえー ザンパのね、あの、お酒のリスナープレゼント、ね、しましたところ、メールも来てますね、えー。メールの方はちょっとメッセージもご紹介しておきたいと思います。いつもラジオ聞いてます。えー、ザンパさん,さん っていう方ね。ザンパさんさんさん。は <laughs> んえー、ザンパサンサンさん、ありがとうございます。えー、いつもラジオ聴いてます。ということでね。今日はラジオから可愛い声が聞こえるので、もうすぐ1歳の娘もキャーキャーいい中で聞いてます。ということで、かっこ笑い。ということでね。えー、今日はザンパで乾杯できるかなーっていうことでね。はい。えー、ありがとうございます。ザンパさんさんさん。えー、よかったらで、ね、電話番号が入ってないので、えー、お名前と電話番号を再度メール送ってください。せっかくですからね。リスナープレゼントに入れておきましょうね。えー ご連絡ができなくなりますので、もう一度改めて送っていってください。よろしくお願いいたします。はい、もう続々と入っております。まあ、抽選になることがもうすでに決定いたしましたので、えー、ご紹介しておきますが、はい、あ、え、はい、はい、はい、なんですか。あ、はい、オレンジ。 難しい難しいえなどうしたいきなりいきなりスタジオに入ってきた子がいるんですけどありがとうございましたありがとうございましたはいありがとうございますはいありがとうございますはいありがとうございますは楽しかった楽しかったお名前はなんていうのはらコしこうチです。 くん。はい、い。何歳ですか、うん、?5 歳。五歳ですね。ありがとうございます。フェイメイーの皆さんありがとうございますということでね、えー、感謝状をいただきました。ありがとうございまますたねバ、うん、バイバイ <laughs> 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 はいありがとうございますもうなんか番組の構想が全然もうぐちゃぐちゃになってしまったんですけど嬉しいですね可愛い絵が届きましたありがとうございますはい、えー ね、あの佐久原保育園そしてすみれ組じゃないや野草保育園の、えー、子たちがね来ていただきましてえ m ェミオミタの皆さんありがとうございますということでね後ほどまた、えー、ブログの方にもねフェイスブックとかにもこれアップしておきましょうねありがとうございますはい、えー、かわいい子たちが見学に来られるということで嬉しいですねやっぱり、えーまあ、これも一つね私たちの、えー、地域への 貢献になるのかなって思ったりもするわけなんですけどもね。はい。ということで、お伝えしておりました。何を伝えてたのかなうん。あリスナープレゼントね。このお時間内で、12時までのね、私のインターンじゃ出番ですよ、ないにご連絡いただいた方々、抽選で8名様にそれぞれお酒の方をね、1本ずつプレゼントいたしますので。 よかったですね。これね、今朝、あの、あの、イモーニングで、えー、今日3月8日は残破の日ですよということでね、えー、お話をしたところ、東都さんの方からご提供いただきましたのでね、えー、地域の皆さん方にね、愛、え、飲、ー、される、青森残破。私もね、えー もう週に3回4回ぐらいはかな2日に1回は飲んでるな間違いなくはいえー、本当に最近はあの、まあ、こんな昼間っからお酒の話するのもなんですけども、えー、でもあのでもあれですよね 昼から飲みたいよね。あのビーチパーティーの感覚じゃないですけど、ゆっくりこう、なんかユンタクしながら、時間を過ぐす、えー、語らいの時間、お酒飲みながらね。まあそういう時間を過ごしたいなと思ったりもするわけなんですけどもね。えー、まあでも、えー、お酒だけじゃありません。ね、先ほど言ったように、えー、ザンパね。 あの、えー、段階絶壁にそびえ立つ白亜の灯台、ね、唯一沖縄本島では登れる灯台と言われております残波、えー、岬の灯台もねぜひご見学に行かれてくださいそれから、えー、神々しい残波岬にはあの大気商売の神様として商工会が銘打っております、えー、あの大気などもですね、えー、そびえ立って ね、あの中国、等の国を目指して、行方をさせておりますね、えー。ぜひともね、そちらの方も見学に行かれてみてはいかがでしょうか。それ以外にも、いろんなね、えー、なんか珍しいものがたくさんある残飯岬なんですけど、まあ、その近くにはまた、えー、ティーザさんさんっていうレストランもございますし、えー、ちっちゃい動物園も、ミニ動物園もあります。 なんて言ったってやっぱり世界一ではないかというぐらいそれを誇るね、えー、我が読み炭素の誇りでもあります、えー、赤い朱色のですね、あのシーサー あれには圧巻しますよね。はい。先だっての二日映画祭の、ね、中の一場面にもあの、えー、シーサーが出ておりました。先日の、えー、ザンパ岬ボールパークで開催されました、えー、女子セブンスラグビーのね、えー、沖縄セブンス2017。この大会が行われた時にも、えー、いろんな角度からあのシーサーがね、えー、映り込んでおりましたけど、本当に圧巻ですよね。まあ、そしてザンパービーチ、ザンパ岬ロイヤルホテルと。 ねえー、その近くにはお菓子御殿さんとか、えー、近くには、ね、いろんな一緒、えー、建物もたくさんあります。残、ね、パゴルフクラブさん、ね、ございます。そういうところもぜひご利用いただきたいなというふうに思うわけなんですね、はい。ということでそろそろお電話の方も落ち着いてきたようでございますので番組の方にも、えー、本題に進めていきたいと思っております。 さあ、えー、今日はゲストなしでルーチューン誕生なんですけども読谷村の情報をお伝えしていきたいと思っております、えー、現在3月の2日より第458回読谷村議会定例会が開催されておりますもちろん本日3月8日の日も本会議が行われておりまして、えー、この3月の2日の日には先日番組でもねご紹介させていただきました読谷村長の、えー、新年度平成29年度の、えー、村長指定方針も発表 されましたねはいその模様も、えー、またネットの方でも録画されておりますのでぜひご覧になっていただきたいと思いますまたエ、えー、ミタンソン役場の方に行かれますと施、えー、政方針もね、えー、受けてることができますので、えー、こちらの方もぜひね、えー、29年度はどうなるんだということをねシリアルチャンスになるかなと思っております、まあ、それから、えー、いろいろと今はね特別委員会などが開催されている中、えー、今日は本会議で、えー 即決議案への質疑及び評決など、そして、えー、委員会付託事業などね、それから、えー、議員の派遣、所轄事務調査のための、えー、議員派遣ということでね、そういうのを決定されるということでございます。えー、この、えー、議会はですね、えー、3月は本当にちょっと長いんですけれども、あの読谷村議会ですね、えー、これは、はい。 えー、来週明けからは常任委員会がずっと、えー、連,日連日行われまして、えー、21日からはですね、えー、水曜日ですけど,けどもあごめんなさい22日の、えー、水曜日からは、えー、一般質問、ね、本会議で一般質問が こうなわれます、えー、今回は18名、えー、議長を除く全、えー、議員がですね一般質問を行う予定となっております、えー、ぜひともね、えー、また私たちの方でもねお知らせもしていきたいと思いますが、えー、この第458回読谷村議会定例会第、えー、あ大じゃないや3月定例議会ね言われておりますけど、えー、予算議会とも言われまして来年度平成29年度の予算を決定するう大事な議会となっております もし、えー、ご希望の、の、ね、ご要望の方はぜひ、読谷村の方のです、ねえー、議会等の方で傍聴も可能となっておりますので、えー、お問い合わせの上、ぜひ足を運んでいただきたいというふうに思いますね。はい、さあ、えー、それから えー、今日は読谷村の、えー、広報読谷、えー、3月号を皆様にご紹介していこうと思っておりますが、まあ、時間が、ね、若干短いようなんですが、えー、かいつまんでご紹介していきましょう読谷村町来週、えー、議会の途中にはなりますが落ち着いた時にですね、えー、ご出演いただこうということでスケジュールを今調整している最中でございますのでご了承ください さあ、ユミタンソン、広報ユミタン、3月号、ね、表、え、紙、ー、は、えー、スポーツキャンプの季節がやってきたというサブタイトルがつきまして、サガントス、ね、えー、J1 のサッカーチームですけども、そのサガントスがキャンプ時にですね、1月の22日の時に元日本代表選手であります、えー、豊田選手の。 が子どもたちにですねサッカーを教えているシーンが写真として載っておりますね。はい、えー、貴重な一枚ですね。こういう写真ね、日本代表選手ですからすごいですよね、えー。この子たちとこういう選手が触れ合うのを見るだけでもほほましくなるわけなんですけどもね。その表紙が飾られているということでございます。 それから裏表紙は、えー、国民健康保険国保の保険証の切り替えが始まりますということでね28年度、うぐいす色から29年度はコスモス色に変わるということで、えー、色をつ、えー、けられて、えー、PR されております、えー、国民健康保険税を完納された世帯には新しい保険証を3月中に郵送いたします現在の保険証うぐいす色の有効期限は29年3月31日までです 4月以降は使えませんので、個人情報に留意して処分してくださいということでね、えー、お願いいたします。えー、本当に、あのね、えー、こういう今、個人的なね、情報が入ってる書類などは、本当に気をつけてね、いただきたいと思いますね。よろしくお願いいたします。はい。えー、ということと、それからエ、エミダンソンの1月末の村の人口、4万883名ということでね、えー、先月に、 プラス16名増えてきてきいいるととうことでございます、えー、すごいですよね。1万5420世帯あるわけですから。1万5000世帯余りですよ、もうすでにで。しかも4万人超えましたって言ってたのに、もう、えー、4万1000人に届くくらいの勢いで増え続けていると。エ、え、ミ、ー、タンソン、ユタサール・フンシ、マサル・チムグクル、サチフクル・ハナヤ、ガンジュヌシマということでね。えー、毎回、えー、この、 えー、広報読みたんの裏表紙には記されておりますね。えー、読みさん村の大取り計画、ぜひこちらの方にもお目通しをよろしくお願いいたします。ということで、また後半もですね、えー、広報読みたんの3月号中身、えー、情報を発信していきたいと思いますので、えー、この後もお楽しみください。なんか子供たちも入ってきたな。えー、この後また波乱万丈だな。はい、ということで、一旦コマーシャルをお届けいたします。 さあお送りしておりますユンタンチャデバ番ですよ。えー、早速ね子供たちがもうなんかこう入れ替わり立ち替わりっていう感じなんですけどもね入ってきております、えー。皆さんおはようございます。おはようございます。ますあ元気ですね。皆さんどこの学校ですか。弥太は4年。<laughs> かわいい。はいいくつですか。6年。6年6年 <ペー>もっと<歳>も,もっと複雑な声伝えよお名前は何ですか上馬です西野と上馬上馬は上馬ですはい、ありがとうございましたー、はい、えー、今日はどこに行くんですか今から今日はどこに行くの今からどこに行くのどこに行くかわかんない今日お弁当食べるの食べる食べる食べ遠足の日遠足の日はい ありがとう。はい。また今からね、えー、たくさんお勉強もしてよね。から、いいこ。うん。お勉強、お勉強大好きな人。は,ーい,はーい。じゃあ、さよなら <laughs> もう。もう終わりだろうって。<laughs> はい。えー、ということでね、えー、やみたん超幼稚園の子どもたちでございましてね。はい。えー、あとでね、お姉ちゃんからまたね、えー、シールもらってね。うん。 バイバーイはいはいバイバイはいということでね。ええー、まあ。 <laughs> はいえー、今度は読谷中央幼稚園の子たちが、ね、見学に来ておりますね。もう跳び跳ねておりますけどもやりたい放題なんですけどもね、えー、まあまあまあいいでしょう。まあ、こういうのも、ね、たまにいいですよね。えー、子どもたちの声を、ね、聞くと元気になりますよね。先ほどのね、ティーダさんあティーダさんさんじゃない、ザンパさんさんさんはい、えー。ザンパさん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 、ありがとうございます。ちゃんと確認しました。電話番号とお名前ね、ありがとうございます。ま、はいえー、またまた ラジオ聞いてる時にはたまにはね、メール送ってください。っていうか、俺の、俺番組メール送ってくださいって言うとね、あダメなんだよ読まない時が多いからね。さあ、えー、ということで、あ、あ忘れてました、えー。広報読みたん。はい、えー。広報読みたんね、皆さんにお伝えしていきましょう。かいつまんですけどタイトルだけになります。今日はね、ご了承ください。時間がなんせないもんですからね。はい。 さあ、こういう意3月を明けましたら、尊県民税、国民健康保険税、申告受付のお知らせということでね、えー、3月15日までです、皆さん、はいえー。申告受付、お忘れないようによろしくお願いいたしますね。 それから、えー、大事なものです。3月の1日からは春の火災予防運動を実施中です、ねえー。昨日まででしたけれども、えー、火災報知器とか電池切れありませんか、えー、確認をよろしくお願いいたしますね。いずれにしても、えー、乾燥注意報とかね、えー、発令されている日が多いこの季節ですのでぜひ、えー、日の元にはお気をつけて、えー、チェックなどしてくださいね。よろしくお願いします。おっと えー、ワンコメント入れたらまた次の子供たちが入ってきましたね、えー、元気な声をラジオ聞いている皆さん方にも伝えましょうかね皆さんおはようございますおはようございますはい、えー、皆さん元気ですね、えー、今日はどのがどちらの学校ですか中央幼稚園皆さんも中央幼稚園あなるほどさっきの子たちと入れ替えてきたんだななるほど、はい、中央幼稚園はい、えー 今日のおあまたあのなんかごちゃごちゃしたものを聞いてみましょうはい今日のお弁当は何かなああれあれ <laughs> あれ <laughs> えあれあ弁当の中身わかんないのかな今日今日今から弁当食べるうんお弁当食べるどこで食べるのお弁当弁当 学校でね、なるほどね個人的にいろいろ話してるみたいですけどね、基本的にこの子たちはラジオに出演してるっていうのはあまり理解してないような感じなんですけど、皆さん、いくつですか あ6歳、5歳、はい、年長さんなのかな、年長さんですね、はい、年長さんということでね、読ェミタン乗用寺の皆さん方ね、えー、来ていただいております、ありがとうございます、皆さん、え好きな食べ物はなんですかしーん、俺の質問噛み合わね、はい、えー、じゃあ、えー、朝ごはん食べていきたいとはーい、はい、はい、ありがとうございました、それではまた来週、さよならさよなら。<ー> <laughs> 来週じゃないけどね <laughs> はいありがとうございました先生先生たちも大変だね本当にはいバイバーイねーすごいですね本当にもう、えー 本当に今日は本当に今日ラジオ広報ゆみたんの時間でよかったなという感じがするわけなんですけどもね、えー、ちょっとね子供たちなのでねあのなかなかその映像に映せないんで、えー、ご了承いただきたいと思いますねよろしくお願いいたしますまあね、まあ、元気な子供たちが訪ねてきてますよというぐらいな声でご勘弁いただきたいと思いますさあそれでは広報、えー、ゆみたん3月号から えー、今度はですね、海丹中学校43期生卒業生が、えー、石スと記念の起草をしたという、ね、記事も載っております。ね、この前これあの載ってましたね。えー、同窓会をやったということでね、その記念に、えー、送られたということでね、えー、書かれておりました。写真も掲載されておりますよ。それから、えー、南風の会ニューイヤーコンサート。これもね、PR されてましたね。えー、1月21日、未来児童館で、ね、行われたニューイヤーコンサートね。 この模様も掲載されております。それから、読谷村議会議員が草刈り活動したと、なんとね、頑張っておりますね。議員の皆さんからご出演いただいた時にもね、この話をされておりました。はい。ということで、また子供たちが来られました。なんか、えー、えー、 広報読みたんのニュースを中心に、えー、放送しているのかそれとも、えー、保育園の子どもたちを何、えー、か分からない声を伝えるのが、えー、主になっているのか全くちょっと理解できなくなってしまいましたけれども一応は皆さんの声も聞いていました皆さんおはようございますおはようございますすごいね、えー、ラジオで皆さんの声が今流れてますよあこの子たちはまたちゃんと整列してお利口さんですね さっきの子たちは自由方便に動いてましたけどねはい、えー、みなさん学校はどちらですか中央幼稚園あ、中央幼稚園から来たのはい今日は何しに来たんですかあまり噛み合わないな俺の質問やっぱりなんでだろう俺子供たちと関わるのがあまり上手じゃないえっ、ー、とじゃお名前は何ですか中村大也ですあ人だけ村吉原です話はノアです中村ハはい。中村 みんな順序よくねお利口さんですよ皆さんねさっきはもう一遍に喋ったもんだから誰がなんだか分からなかったんですけどありがとうございます、えー、もうあの何お隣の、えー、ユンタ市場も行ったんですか行った市場行ってきた行った行った。何かお買い物したのうんあお買い物もしたのうん何買ったに、うんとりんごにんじんとりんご人参とりんごあなた方おばはんか 子供らしいもの買えばいい <laughs> なんかお菓子とかじゃなくて、にんじんとか買ったのうん。うん、人参買った人えー、大根買った人はい。おー、りんご買った人お芋さん買った人あらは <laughs> <laughs> 芋は買ってないんだ。<laughs> なるほどね。ありがとうございます。はい。えー、これからもまた、ラジオ、ラジオ聞いたことある人あ半分ぐらい。あ結構いらっしゃるんですね。お母さんお父さんの車で聞いた 車で聞いてるラジオ<車>おうちで,でもかけてるありがとうございます、はい、お父さんお母さんに「FM、MM、みたいに聴いてよ」って言ってねうーんふーんシ <laughs> ーンっていう感じになってしまったんですけど <laughs> ありがとうございますぜひ先生しっかり教えていただきたいと思いますよかったら78.6をね覚えてもらいたいなと思いますのでよろしくお願いします <laughs> <laughs> はいということでええー、みたいん中央幼稚園の 皆さんね。ありがとうございました。さようなら。ならはい、さよなら。さよならはい、<イ>もう帰っていいよ。<laughs> バイバイはい、バイバイ,バイ,バイはい。バイバイありがとうねー。あちゃんと列をなしていいですね。このせ、この組は何組なのかな？はいはいということでね。えー 保育園の皆さん方見学をさせながらラジオを進めているというなんともコミュニティらしいコミュニティ放送を、はい、<laughs> お伝えしていきます。ねえ、弓田町幼稚園の子たち、ね先ほどは桜原保育園と野草保育園の子どもたちが見学に来ていただきました。嬉しいですね、はい。みんなね、あの、この前、あの、2月に中日ドラゴンズがね、キャンプに来られて、どうやらのステッカーが。 えちょうどリスナープレゼントの方で活用してくださいということでいただいたのがありましたのでこれをね皆さんにもプレゼントしてます皆さん大喜びでドアラドアラっていう感じでございましたね中日ファンが、えー、増えたりそれから、えー、中日のね、えー、プロ野球の選手を目指すという子が生まれてくるといいですね、はい、さということで、えー、ラジオ広報読みたんに変わります。 さあ4月の1日、読谷村の米軍上陸の日ということでね、もう私たちも PR させていただいておりますが、今年4月1日土曜日はお昼の12時にサイレンを鳴らして、哀悼の意を捧げましょうということでね、戦没者のご冥福を祈り、二度とあの悲惨な戦争が繰り返されないことを願って、黙祷を捧げましょうということでね、公報されております。 4月の1日土曜日読谷村米軍上陸の日ということでこの日はですね、えー、皆さんで、えー、平和を願いましょうね、はい、さあ、えー、続いて読谷見聞録かいつままんでご紹介しますユミタン見聞録のページの方には、えー、第17回読谷村小学生駅伝大会と新春トリムマラソン大会の結果が、えー、記されております写真もね、えー、載っておりますのでご覧になってください それから NHK ベストオブクラシック公開収録ということで、ああ、これね、私たちも PR させていただきましたが、本物の声を、クラシックを聞いてもらおうということで、NHK さんのね、え、ー 公開収録ということでありましてね大トリホで行われておりましたねその写真などが掲載されておりますそして健康増進センター利用者数が延べ60万人達成ということですごいですね60万人って60万人ってすごいですねえ4万人の人口ですからねえ2008年にえ4月にねえ増進センターオープンしてそれから60万人ですから すごいですよね。たくさんの方々がご利用いただいて、本当にありがとうございます。これからもたくさんご利用いただきまして、ミタンソンミみんなが健康になることをね、願いたいですよね。増進センターのスタッフの皆さんも本当に、えー、ありがとうございます、えー。私からお礼言うのもなんですけどもね、えー、皆さんのおかげですよね。えー、私たち、えー、子どもたちも含めて、先日、うちの娘もね、増進センターの、えー、プールに行きましたけども、えー、びっくりしてましたね。 初めて行ったとか言ってね、えー、こんなすげえんだって言ってあれは使わない手はないってねうちの娘も言ってましたけども是非ね、えー、子供たちもどんどん利用されてみてはいかがでしょうかさあさあ次の、えー、情報に入る前にまた子供たちが入ってきましたおはようございますおはようございますはーいえー、皆さんは、えー、どちらからですか 読みたん読みたん中央幼稚園から,園からはい何組ですか二組,2組あ二組あ二組ああここは二組とか一組とかあるんだな二組,組の皆さんはいおはようございますおはようございます、はい、ああ,あごめんね二回も言ってはいお名前は何ですか皆さん皆さんお名前はああれなんかクラスによって全然違うんだよね反応がもう。 一斉に喋り出すところと順序よく順序よく話すところと何も話してくれないところとへへとか言わない今日はお弁当持ってるんですかはいお弁当持ってるのいいなありがとう社長にもお弁当あるないあないのお土産持ってこなかったあだま 持ってきてないんだそうなんだ自分だけあらどこで食べるのお弁当読みたん中央幼稚園あ学校に帰ってからねはいありがとうございますはいこれからもまたラジオを聞いてくださいねはい。fm 読みたんエベビター聞いてねってみんなで最後向こうに向かっていて一、二の三、はい fm 読みたん聞いてね いいいやらしい大人だな俺 <laughs> はい、皆さんありがとうございましたさよなら。ならはいということでね、えー、コマーシャルをお届けしてまいります。えー <laughs> はい、お送りしております、インタンジャーで番ですよ。えー、今日はですね、本当に慌ただしい中でございましたが、スタ もったんだけどもね途、えー、途中,途中も、ね、もう、もう、ひきりなしに子供たちがね、来られまして、もう、なんかでも楽しいですね。なんか俺ももう、ちっちゃい子がいないもんですからね、なんか嬉しいですよね。なんか、まあ、孫とまではいかないですけど、なんかこうね、親戚の子供たちが訪ねてきたっていう、そんな感じがするわけなんですがね。えー、今日は3月の8日ということで、残飯の日、ね、え、いろいろとこう、リスナープレゼントもしながら、ね、抽選に回させていただきますので、今日はありがとうございました。この後あと、えー 13分間は待ちますよ。はい。えー、ぜひともね、えー、残破のお酒、ね、今日はね、東野さんの提供でお届けしておりますけども、えー、ご協力をいただきまして、リスナープレゼント8名の方に、えー、お酒をね、プレゼントをさせていただきますので、ぜひ、えー、ラジオ機能の皆さん方、お電話、メール、お待ちしております。えー、あと10分受付、えー、させていただきますのでね、よろしくお願いいたします。さあ、そしてまたスタジオの方に子供たちが見学に来ました。皆さん、おはようございます。 はい、この元気な声が今世界中に届いておりますのでね、はい、ありがとうございます、えー、皆さんはどちらの学校ですかいやーこの組はまた揃ってますね1一組組覚えておこう1組はい1 <laughs> 組お上手ですねはいえー、今日この後はお弁当を食べるのううん、うん本当、うん 今日お弁当、美味しいもの、入ってる、うん、ああ、いいなあ。社長さんのものもあるあるって言った1社長さんのもあるうわ、嬉しいなあ。ありがとうございます。指くわえてますけど。はい、<laughs> ということでね、えー、楽しい、ね、子どもたちが訪ねてきていただきました。あとでね、ドアランのステッカーもらってね。うん、ステッカーもらえるんだよ。 嬉しい、はい、うん嬉しい。ねえ、楽しんでってね。うん、ありがとう。またね、テレビスタジオを見てきてね。うん、バイバイバイ、はい。バイバイ、はい、バ,イ,バイ。ありがとうね。さよなら。はい、バイバイ。ありがとう、ありがとう。ラジオも聞いてね。<laughs> はい。スルーって出ていきましたけれどもね。さあ、えー、先ほどもね、ご案内させていただきましたけどもね、えー、今日は。 本当にこの番組の間間、あの間間ってもほとんど占領されている状態なんですけどもね、えー、いつもね、まあ私たち私たちがお世話になってるわけじゃないですけども、よみたんの子供たちがこうやって訪ねてきていただいております。よみ中央、こちらも読みたん中央幼稚園かな？はいは,い,はい。何組ですか？ひまわり一組。うんううひまわり一組。あ、ひまわり一組っていうのがあるんだ。なるほど。 なんさっきすみれとかなんと言ったけどあまた違うんだなひまわり1組の皆さんおはようございますおはようございますはーいありがとうございますえー、ラジオ曲来たことある人みんな初めて初めて来たうん、うん、ラジオって聞いたことあるうん、うん、車,車の中でなんか音楽が流れていたり誰かが喋っていたりしてたうんやってるうんじゃあ FMU、MM、タンまた聞いてねはいはい、はい、じゃあ最後にラジオを聞いてる人に「FMU、MM、ターン聞いてね」ってみんなで大きな声で言いましょうはい向こうに向かって12の3はい F MM、タン聞いてね <laughs> ありがとうございます <laughs> ほとんど無理やりはいありがとうございましたはい、えー、また「読谷町幼稚園にも遊びに来てね」って言って12の3はい <laughs> ロックオンしとけばよかったね <laughs> はい、ということで皆さんありがとうございましたはい、ありがとうございますさよならまた楽しんでいってねうんバイバーイはい、えー、ということでね続々と登場しあ、まだ、まだ来おる <laughs> はいはいややばいのか何なのかちょっとわかんないんですけどはい、えー、またやっぱり来ましたねやっぱり来ましたねはい、もう もうあと4分の放送なんですけど、最後の最後まで僕の放送を占領しようとしてますね。ユミタン地方幼稚園が。うんうん、はい。はい。皆さんおはようございます。おはようございます。はい。あ、ここまで男の子が多いですね。はい。何組ですか ?1 組です。あ、1組さん。んなんか、後ろで、天の声が聞こえてきましたけど、大丈夫ですかはい。ひまわり、ひまわりの1組。 はい、っていうことありましたね。はい、え、え僕何、何。え、え、え。宣伝お願いします。あ、なんと、ええー、読ん中央幼稚園から来て、宣伝お願いします。あ、な子供ミュージカル?<え>。もしかして、なんか、中央幼稚園の子たちが出る。あ、みんなこれに出るの?。え、乙の魔法使い。乙の魔法使いに出るんだ。すごいな。いつですか?。 3月19日,月19日おおすごいちゃんと皆さん覚えてるんだね素晴らしいはい、えー、じゃあ「オズの魔法使い子どもミュージカル in 読谷」がね3月19日に開催されるとなんと f m t イ n よりえ情報が早いというね読中央幼稚園の子どもたちもねご出演いただけるということでございますので読谷村文化センター大鳥居放開催されますのでぜひそちらの方もえ足を運んでくださいなるほど先生はこれが目的だったかもしれないな <laughs> <laughs> はい じゃあみんなでオズの魔法使い見に来てねーってあそこに向かって大きな声で一二の三はいオズの魔法使い見に来てねはーい三月十九日です僕たちも出るよーってはい <laughs> 僕たちも出るよーはいえー、ほとんど強制的にわされてる感があるわけなんですけどもありがとうございましたさよならー、えー、はーい。 ということでね、えー、子供たちね。はい、じゃあならまたステッカーもらっていってね。ありがとう。たくさんたくさん。はい。オズの魔法使い。ねえ。えみたん中央幼稚園出るんですね。はい。ありがとうございます。ということで、あと、えー、また、いえもう終わりじゃなかったんだね。もうエンディングに書きようと思ったんだけど。あら、たくさんたくさん来ましたね。ありがとうございます。はい。こちらも、えみたん中央幼稚園ですか はい、何組ですか。一組です。であ、こちらも一組さんで、はい。今日は、何か、ユンタ市場にも行ったんだって。うん、お買い物してきた。うん。した、人参買ったりと。あれ、ここはいないんだ。<laughs> 俺、神山だな。<laughs> は、えー、これからお弁当食べるんだね。楽しみだね、うん、お弁当ね。 はい、ええー、また学校に帰ってたくさんお勉強してくださいねはい、はい、はい、じゃさようならバイ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 、ありがとうねバイバイ、はい、はい、ということでね今日はほとんどえー、ウホー読みた読めなかったんですけど、えー、もうそろそろエンディングとなりまして最後の最後、怒涛のごとく子どもたちが押し寄せてきておりますはい、えー、こちらも読みた中央幼稚園の子たちかなはいはいはい 何組ですか？二組。あこちらもちくみ一組さん。はい。今日はえー、何しに来たんですか？<laughs> やっぱりお。お別れ遠足。あお別れ遠足。あお別れ遠足なんだ今日は。うん、なるほど。ちゃんとそういう理由があるんだね。えー、ただ FM ために来たわけじゃないんだ。<laughs> なるほど。はい。えー、じゃあみんな寂しくなるけどこれからもお勉強頑張ってね。はい。小学生になってもね。はい。お約束できますか？ はい、はい、なんか自信がない人が一人いたら、はい、大丈夫ね。はい、じゃあ頑張ってくださいね。今日はありがとうございました。さようなら。さようなら。バイバイ。はい、バイバイ。はい、はい、ええー、ということで、お送りしてきました。ユンタンじゃ出番ですよ。まあ、インディーことありました。今日はですね。ええー、佐久間保育園、そして野草保育園、読谷中央幼稚園の皆さん方が来ていただきました。そして、えー、今日は残波にということで、たくさんのメッセージとメールありがとうございました。後ほど連絡させてあげます。当たった方に、バイバイ。